訓練が義務付けられている。イヤープロテクターはその壁にかけてある。実弾を使うんでかなりの音になるんだ。俺も使っていいのか？構わんだろう。税関で銃の登録はしてるんだろ？ああ、登録は済ませた。弾のライフリングまでな。あの右の端末を使えば訓練プログラムが始まる。現れるマンターゲットの命中率と命中箇所が分かる仕組みになっている。ただし、このプログラムは無反動銃、つまりリフトガン用に設定されているからな。リフトガンはいかにロックオンするかが問題なんだ。実行プログラムはターゲットモード、トレーニングモード、コンバットモードの計3モードが用意されている。それぞれ様々な状況を想定した特徴のあるプログラムが取り入れられている。昔ながらのメカトロニクスと最先端の立体映像エレクトロニクスを駆使している。それじゃあ VR なのか？いや、実戦に近づけるために VR は使っていない。銃も実弾を使う。安全性の追求だけでは訓練にはならない。軍でも銃の訓練に VR を採用していないのと同じだ。ここでは撃てば現実に風穴が開く。見た目は少し古い感じを受けると思うが、そこいらのバーチャルリアリティとは違う。そこのインテリジェントターミナルで選択すれば作動する。
you.